心というところまでは見つけられなかったんだけど、僕なりに考えたことはね、その絵を見てて、どう言ったらいいかな、この絵はすごく楽しいなとかね。で、描いとる最中に、勉強は夜なんですよね。先生仕事終わってから床に入ってから勉強するわけですからね。起きてきてね、一人でこう描くんですけど、その同じ絵でもね、楽しいなと思って描く時と、それからなんかこの絵ってなんか暗いなとかね、そういうものを感じたんですね。で、心じゃなくて感情表現、感情っていうものが基本になるんじゃないかと。で、それをこう分析していくとね、心につながっていくんじゃないかってそれなりには思いましたね。だけど結論っていうか、先生にそれを聞くだけの度胸もないし、下手なこと聞いたら生意気だなんて言われちゃうからね。その年は17、18の頃ですか。そうですね、17のちょうど終わりぐらいの頃にはもうそれ感じてましたね。今だから気がついたんだことなんですけども、水墨っていうのは日本画とは全然世界が違ってね、筆法を教えるってことはないんですよ。だから墨をすれとかね、で、すり方が悪いとか、心が入ってないとか、で、筆のね、筆圧の音を聞けとかね。紙の上を走るでしょ。横でこうスミスって言うと音が聞こえるんですね。で、見ると叱られるんです、先生が書いとるの。邪魔だって言うんです。で、先生邪魔してませんって言うと、お前の目が邪魔だって言うんですね。そんな時代だったんですよ。で、もっと離れろって言うから、ちょっと離れる、もうちょっと離れろ、邪魔だって言う、目に入るからいかんって言うんですね。で、こう吸ってると音がうるさいって言うの、今度は吸ってる。で、音ないのこう吸ってる、もっと心入れろって言うんで、心とね、心を入れてるとね、だんだん自分の気持ちがね、こう、なんていうかな、真っ白じゃないな、無という世界みたいな感じなんですね。純粋な気持ちになっ純ちゃ粋にうんなっでちすゃね。うんです。ピュアだな、英語で言うと。ピュアそうだっなんですて。ね。だから、そうすると、だんだんその墨の方に神経が集中してくるんですね。そうすると、先生が筆を動かしてるとね、力を入れているか早いか遅いかがね、見えてくるんです。感じてくるんです感ね。じて見えくるる。んじゃなくて感じてくる。感じてくる。すごいですで、ね。後からは絵を見せてくれるんでね。そうすると、あ、ここですごいスピード出してるなとか、あ、ここは息抜いてるなっていうのは分かるんです。そういった先生が書かれているその場の空気の中にそう、同化していくわけですそうね。なんでそすういうね。ものね、墨をすると一つの単純な作業の中でも、そういうなんかこう精神的なものがこう共通するというか、そうなんです一致ね。していくような部分、空気感みたいなのが出てきちゃうんそうですなんですね。ね。と、結局で先生が狙ってるのは、回答とかを見せると、先生の筆法を僕がつかんじゃう。そうすると、それで僕がずっと勉強した場合には、先生のコピーができちゃうわけです。ほんと、先生は自分のコピーはいらないわけですね。だから自分の画を通せっていうことだと思います。で、一生懸命勉強してれば、その画が、僕は今でもみんなに言ってるんだけども、その個性っていうのは、画が成長して個性に変わってくる。で、初めて新しい流派ができ、流派っていうか筆法ができるわけですね。だから俺の筆法は真似るなってことは。